さあ、手を挙げる。さあ、ビジットルワンダを掲げ。いい。完璧。入ってないの？ん？入ってるよね。ああし曲がりゃお前点取りすぎやて何ゴール目や、今季これ。お前、やばすぎる嘘だろ何これ 5? とか ?5 とかかなこれ 5? やばすぎる、まあ、マジで今週 CB だね。すごいね、CB がもう、よし。ギャーうわあ、そうっすかやばい、これはやばい、ジャガー2世がジャガー2世が生まれてしまったな。ん？え？入ってたね、今。あ、ここかここでなんだ、これ曲がれんのゴール。曲がれんじゃないな。曲がれんじゃないな、これ。曲がれんのはしっかり止めてたな。ああ。カリウス。OG だな、これ。ここで、ああオンゴールだ、これ。そこでオンゴールか。あーわあーあー誰ボトマン誰だ、これ、最後。ボトマンが決め、押し込んでくれましたか、これ。ここで、うん、ボトマンが蹴、スカッボトマンがスカッシュリブラメントが蹴って、ボトマンだボトマンだなんという、なんというオウンゴール。結局 CB やん。結局CB やん。オッケー珍しい、なんか。珍しいな、あんなゴール前でじゃれてたら。入る入ってしまいました。さあ、今日も、幸先よくゴールを決めております。ちょっとカリウスのデビューデーなんだけどさ。カリウスはマジナイスセーブだったんだよ。カリウスはナイスセーブだった。ほえジョルジやばいうわジョルジやばいマジでこれすごい。ジョルジやばすぎるんだけど、ちょっと待ってくれこれバケモンジ見てるんだけど。よし、帰ろっかな、マジで。マジ帰ろうかな。帰宅しやな、これ。明らかに帰宅しや。ガチで、ハーフタイムで帰っていいかもよ、これ。ガチでハーフタイム帰るわ、だよ、これ。ここで、アクリル板を置いてさ、俺の身代わりとしてさ。マジでね、そうよな。なあ。いや、ジョルジ、これ。イカレットパス出したぞ、今。おい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 。あのパスって誰当てだったんだろう、俺ジョルジに聞きたいわ、今。へぇー。だって、マルティリこっから走ってんだよ。走り込んでるから。いやで。マルチもよく折り返したな。では、ね、入ってきた派閥完璧だね。完璧だわ、これはもう。なんということでしょう。あー、負ける気せえへん、地元やし。地元パワーが。いやー、これは。これは、これは。これはビビったわ。マルチよく折り返したね。なんか久々にアシストついた気がする。最近、そうか。アシストも意外と久しぶりだったりするのかな。そうだね。で、ハバーツは2戦連続だ。なかなかこいつも点取ってるな。また。ジェズスよりも点取ってるからね。ジェズスは、出場機会が少ない。意外と。いや、もうそれが全てです。派閥が、あーまあまあまあ、そっちでもいい、そっちでもいい。お、お、撃てうまい。おーどこだよ。ゴッド、どこゴッド坂です。はい皆さん、これが、ゴッド坂です。ありがとうございますうんみゃい。うんみゃい。あー、ゴッド、神よ。ゴッドチャイルドよ。ああ坂うまーいこいつこれでできました。あらかです。おいちょっと違くねえか、ちょっと違くねえか、今。よし。そんなだったかオフとかないオフは、ないんじゃないですか。いや、ハワーズもよくやりましたね。ハワーズのスティールからでしたからね。これどこ抜けてったの、これ。ああ。2個ぐらいまで抜けた、これ。なんか。ハバーツ 1G1A ですね。ああ、なんか、なんかすごいところ。絶妙に抜けてったね。ああ、まあまあまあ、全然いいです。何はともあれ、今日も元気にワンゴール。さあ、俺の役割を終わったな。あ、サッカーこれで13ゴールか。なかなかまだ得点王に間に合うぞ、これ。確かに、サッカーが13も決めてんの、こいつ。
やるな。20ゴールいけんじゃないの ?20 ゴール。20ゴールいけそうやね。ねえ。プレミア5試合連続弾ですね。すごいね。うん。マジ月間あるか。いや、これはもう月間確定じゃない?月間確定ゴールか、これ。うん。さあ。ちょっとまず、しょうがねえない。ヤニスってこよう。いや、ヤニはいいよ。許す許す許す。わかわか、えい、えい。いや、ハバーツ 1G1A と、スタッツが増えていく状況でございます。次は?おぉ!キビオルだ!いや、嬉しいね、キビオル、嬉しいね、うん、嬉しいな、うん、大丈夫ですか?コーナーキック強すぎじゃないですか、若君、マジで。OG はないですか ?OG で座れるかもしれませんけれども。いや、最近キビオル頑張ってたもんな。ああ。ニック・ショバーがもう抜かれてましたね。見たかと。ああ。やってましたね。これマジで5点いくぞ、これ。本当に。本当にあるな。行こうぜ、プレミアの。ちょっと歴史作りに行こうぜ。ライスの球がうまい。あ、もうかん、あこれワンチ、いやでもさすがにここまで行ってたら OG はない気がするけどな。さすがに OG? これはさすがに OG じゃないと思うけどな。どうなんだ一回起動。まあ、まあでも許してあげたいけどね、これは。まあこれは。あおぉ。カリウス、至難のボールが飛んでくるな。失点はしないよ。ライアンにも仕事をつないよ。クリーンシートで気持ちよく。ライアンにも仕事をつない。ダンバーのオーバーラップ。ああウィロック。ウィロック。あ、ノンセレブレーションだ。いや、もうセレブレーションしてる場合じゃないのか。そもそも。そりゃそうか。ヘイ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 。ウィロックか。ちょっとちょっと、マジで本当にゼロセーブ1失点で終わるよ、これ。あ、でもセーブはしてるか。あ、セーブはしてますね。ただ、まあ、こればっかしはなかなか。なかなか芸術的に吸い込まれてたな。ダンバーの飛び出てくるタイミングは最高だったな。そうだったね。うん。こっから。あ、ちょうどマーク、ちょっと外しちゃったか、うん。いや、ウィロック誰もついてないね、これ。よく決めるね、ウィロックもこれね、フリーだけど。うん、あー。いや、これはすごいコースだわ。ヘイヘイヘイ、チッチッチッチ。ちょっと一瞬。まあ、でもこのメンバー、ウーデンいなくなると、あいつところのプレスの連動ができなくなるからね。ちょっとやっぱ締まりが、少し悪くなっちゃうけど、もうでもね、とはいえ、クリーンシートよりもウーデンを休めることの方が大事なのかもしれないというね。そうですね。うん。まあ、しょうがねえけど、まあ、うん。まあまあまあ、ウィロックだしね。まだ。まあまだ、そう。そう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 。ほぼアーセナルだから。うん、ほぼアーセナルだから。実際4対1だもんね。もうボトマンの1で。ウィロックこっちにつけよう。ウィロック今いたらどうなったんだろうな。さすがに使い道はないだろうけど、意外と出てたかもしれないからな。アーセナルにいた頃は本当になんか、泣かず飛ばずというか、なんか別に。うん、ずっと眠そうだったもんね。うん、なんでそんな使うんだろうなって思ってたからな、正直。